皆さんこんにちは。私はヒロジープロジェクトの代表のヒロジーです。本日は皆さんに感謝の気持ちを込めて伝えたいことと、視聴者様に2点お知らせがございますので、こちらの動画を急遽作らさせていただきました。まずは視聴者様にお礼として言いたいことがあります。2014年11月4日に、私の動画のチャンネル登録者が100人を突破いたしました。多くの視聴者様の登録、本当にありがとうございます。これからもヒロジープロジェクトのメンバーは私をはじめ、皆さん頑張っていくので、これからもよろしくお願いいたします。なお、ヒロジープロジェクトがどんなものかわからないという視聴者様は、ナンバー19の動画をご覧ください。そして100人を記念いたしまして、新しい企画を考えました。画面が切り替わりますので、そちらの方をご覧ください。はい、新プロジェクトです。このプロジェクトは、地元で知り合った子供たちと、共に遠いところに私と、一緒に旅をして、さらに交流の輪を、広げようとするものです。交流するグループは音楽ゲームに関係するグループが多いかもしれませんが、何卒ご理解の方をよろしくお願いいたします。ちなみに12月に、ヒロジーは、長良川鉄道、刃物会館前駅に遠征をいたします。こちらで活躍しているチームと、楽しい思い出が作れたらいいなと思っています。この企画で活躍している皆さん、もし出会ったらよろしく、お願いいたします。今回はお知らせ動画だったので、短い作品となってしまいましたが、これからもヒロジープロジェクトチャンネルは、様々な楽しい動画を作っていくので、皆さんよろしくお願いいたします。12月からはさらに動画の、作るペースを、上げれたらいいなと思います。もちろん視聴者様のリクエストも、可能な限り答えれたらなと、思います。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。